ガ牛は南アフリカ共和国先ケープ州原産のススキの木下、ガステリア属の多肉植物である。株全体の形状を牛が寝ている様に見立てて、ガ牛と呼ばれる。多くの多肉植物と同様に主に葉の干渉用に栽培される。特に日本において交配が盛んである。戦前より観葉植物として栽培、交配され、 様々な品種が作られるようになった。この時、ザラ肌、紅葉、丹葉、ダルマ、スジマダラなどの特徴を出すことが基本的な改良点となっている。これら改良種は海外でも G. ーアームストロングイージャパンハイブリッドなどの名称で扱われている。また、ガステリア族間での交雑が容易であるため、画牛的形状を持ちながら、版門や色彩が入るなどの雑種も多い。 シン・エングラー体系ではユリカ、クロンキスト体系ではアロエカに分類される。APG 植物分類体系においてアロエカはススキノキカ、スルボランアカにまとめられる。俗名のガステリアは意を表すギリシャ語ガスターを語源とする。これはガステリア族の花が総じてイの形状であることに由来する。1912年南アフリカ共和国グラハムスタウン。 アルバニー博物館所長で、植物学者でもあるエス・ショーンランドにより、地元ポート、エリザベスの多肉植物収集家、W. アームストロングを記念して、アームストロングイと名付けられた。また、E. ヤールスフェルトの DNA 研究によって、カストリアニチダの足と提唱されている。暗脂色に変色したガハナ花ナの断面図種子肉厚の葉が耐性し3対6枚ほど。 ご生しながら発達する。ロジェット状に回転する場合もある。成長した株の一般的な葉の幅は20から40ミリメートル。葉の差し渡しは50から150ミリメートル。重なった高さは地上部で20から40ミリメートルである。葉にほとんど目立った模様がなく、表面はやや光沢があり、2ミリメートル前後の粒状の凹凸があるが、個体によっては、 凹凸のほとんどないものもある。下部周囲に孔を吹くことが多い。発芽後3から5年で開花サイズに成長し初夏に開花する。家計は中央から3 0 0、mm、トル以上伸び、20から3 0ト、mm、ルの薄い朱色な細壺型の花を10から30個程度つけ、花峰から順に約1週間開花する。下部中央部から花峰に独立した太い手根が数本ほど 長く伸びる。これは、高雨期の短い自生地において、乾燥した土壌に染み込んだ水分を得るためである。主に、南アフリカ共和国に先ケープ州、ヒューマンスドルプ周辺から、東のガムトゥース側にかけての丘陵地や農地に、自生する。砂地や、寒木の下に、半ば埋まった状態で、他の多肉植物などところにを形成する。寒気は休眠し、 1月を中心とした夏場の雨季に成長し開花する。過密食の太陽腸がポリネーターとなり繁殖する。南アフリカでは絶滅危惧アイエ類に挙げられている。成長は緩慢であるが非常に強権で、体幹性も強く乾燥にも耐えるため、栽培、管理は容易である。地上部の大きさに対して長く太い直根を伸ばすため、パッチは深めのものが好ましい。 今日日光下や乾燥下で暗視色に変色し休眠状態になるため夏場の直射日光下では遮光が必要となる。自生地での1日の気温が摂氏12度摂氏22度まであるため日本での成長時期は春から初夏秋から初冬となる。この間は氷土が乾いたら乾水し他の時期はやや控える。温度、日照。 通風を管理する場合この限りではない。植え替え時期は問わないが、成長時期に行うことが好ましい。自家不和合性があり、単体あるいは同一 DNA の書き交換では、欠実しないため人工事故によって欠実させる。欠実は容易であり、種子の発芽率も良好である。このため、現れた特徴に合った名称を持つ、様々な交配品種が存在する。 採取した種子は品栄養な溶土に発種し、乾水、あるいは霧吹きなどで乾燥させないようにする。約3週間で発芽する。株の周囲に幸福、無償生殖によって繁殖する。子はすでに発根しているので、親株から外してかきごとしてそのまま溶土に植える。葉を外して、一般的な、葉刺しで発根させ、子を吹かせることで増やすこともできる。ありがとうございます。